こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、次年のお話をしていきたいと思います。で、今日のテーマは、占いで次年がどうかは分かるのだろうかということで、お話をしたいと思います。はい。これはですね、最近ちょっと占いの話が出て、で、占いに久しぶりに興味を持ってですね、いろいろ調べたんですよ。で、最近やっぱりツインデーのブームとかもあって、占いの方なんかも恋愛占いとか相性占いのみたいなところでツインデーのお話をいろいろ書いてる人ってすごく多いんですよね。で、いろいろ調べると、ある占いでは、そのやっぱツインデーはやはりこの占い的にもものすごく恋愛結婚とかの相性が良い、でお互いがいることが素晴らしいものを生み出すような、その関係性になる人ですっていうような、ね、そういうのがツインデーである可能性が高いと書いてるんですよね。で、一方で違う方は、ツインデーというのは陰と陽の関係なんで、お互いがものすごく違う性質を持っている、でだから占い的には相性が良くない、以来悪縁みたいな感じだったり、そんな感じで鑑定されるような相手のがツインデーの可能性が高いみたいなことを書いたりするんですよ。どっちなんだみたいな感じになるじゃないですか。で、これもやっとするところなんで、僕なりに調べてですね、あくまでも僕なりの見解っていうのをお話ししたいと思うんですね。で、先に言うと、僕も占いはまず好きです。そして僕も数秘術というものを学んで、これをセッションで活かしたりとかしていますので、占いとても重要なものだと思っています。ただ結論として言うと、占いだけではその相手がツインデーかどうかっていうのは分からないだろうなと思いました。ただし占いはツインデーの学びを進める上ではとても役に立つと、もそんな風にも思ったんですね。はい。で、それはどういうことなのかっていうのをお話ししたいと思います。まずですね、じゃあ僕とツインデーの相性はどうなのかっていうところで、ツインデーだけじゃなくて、ツインスターとかツインフレンとかツインソウルも出会っているので、その生年月日が正確に分かる人に関してですね、全部こう調べてみました。はい。で、いくつかやったんですけど、その結果で言うと、僕とツインデーの相性はある、占いによるとそこそこいいんですね。もし恋愛とか結婚になったらすごくいい関係で絆が生まれて幸せになりますみたいな書いてあるんですよ。ただあんまりそんなお互いにビビッと惹かれる一目惚れとかはないみたいな書かれて、俺一目惚れなんだけどなって思ったんですけど、書かれたりもします。で、かたやですね、別のものではあまりにもお互いがもうタイプが違うので、そもそも惹かれ合うことがなかったりとか、全然違う世界に住んでるから会うこともあんまりないみたいな書かれたりするんですよ。なんだか微妙だなっていう感じだったんですね。そう、可もなく不可もなくみたいな感じで。で、一番相性が良かったのはツインソウルでした。もうツインソウルとは本当に相性っていうのがこの地球上での、恋愛結婚に関してはベストパートナーみたいな感じですね。スピリチュアルの世界でもね、もし現実的に結婚とかするんだったらツインデーよりもツインソウルの方が相性がいいですよっていうのがよく言われたりもするんですけど、これも人によって当てはまる当てはまらないがありますけど、僕の場合はツインソウルの方がやっぱ相性がいい感じでしたね。で、一番相性が悪いのがツインスターです。これはですね、ひどいですね。ものすごい悪縁で、避けた方がいい占いで言えばみたいな感じになってて、お互いに強烈に惹かれ合うんですよ。まさに磁石と S 極と N 極のようにお互いに強烈に惹かれ合うんだよって、場合によってはもう理性はぶっ飛んで、もう不倫とか略奪愛の形でも恋愛成就させようとするぐらい強く惹かれ合うと、なんだけど、一緒にじゃあそれで結婚とかなったとしてもですね、なんかお互いが衝突し合って破壊し合ってしまうみたいな感じになって、破綻してしまいやすいというような縁みたいな感じで書かれたりとかして、ただなんかこれよく言うツインデーっぽい感じもあるよねみたいな感じだったりもするわけですね。で、このような違いがどこから生まれるのかっていうことに関して僕なりの見解なんですけれど、まずツインデーとかツインスターもツインフレームもツインソウルも魂のレベルで言ったらめちゃくちゃこの相性がいいわけですよね。でも地球上で親子とか兄弟とか夫婦をやったっていうソウルメイトより、やはりこのツインと呼ばれるのはもっと宇宙のレベルでの強い結びつきを持っているソウルメイトだから、ここの相性はものすごくいいですよ、みんな。ただし、私たちが地球に生まれてくるときに地球の人格のタイプっていうのを選んでくるわけですよ。で、どんな地球の人格の個性を持ったタイプかっていうのを選んでくるときに、
ツインデーと自分が相性が良い地球の人格を選んでくるか、相性が悪い地球の人格を選んでくるかによってこの違いが生まれるって思ったんですよ。だから占いっていうのは生年月日とか名前から見るじゃないですか。で、この生年月日とか名前っていうのは今回のあくまでも人生の話なんですよね。転生したら僕らの名前とか生年月日とか変わるから、当然占いの結果って変わるわけですよ。あくまでも今回の地球の人生でどのような個性だったりとか性格だったり運勢だったりとかそういうものを持ってるかっていうところを見ているんで、これは変わってしまうんですよ。で、ここは魂のレベルのものではないということなんですよね。だからツインデーであってもすごく相性がいい人たちもいれば、相性がめちゃくちゃ悪い人たちも出てくるっていうのはあると思うんですよね。そのツインデーで、まあ、出会って結構すぐにもう結ばれて、あんまり障害なく結ばれて結婚とかしたりとか、あるいはいい関係になる人たちっていうのは、主に選んできた地球の人格も相性がとてもいい人たちだと思うんですよね。だからこそそこに障害とかもあまりなく、まあ、結ばれるっていうのがある、うん、逆にツインデーなんだけど地球の人格はすごく相性が悪いっていう人格を選んできた人たちっていうのは、ここでやっぱりものすごく衝突だったりうまくいかないとか障害とか入るから、それがやっぱサイレント期間だったりとかいろんな状態、苦しい状態を生んだりするっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。それを聞くと、なんか私はこうサイレントとかすごいなっててすごい辛いって、こういうふうにすぐに結ばれる人が羨ましいって思うってあるじゃないですか。で、なんで私はそうなってんだろうって、なんか私はその何かカルマとかいろんな問題を抱えてるせいで欠けてるからこうなっちゃってるんだとかっていう感じで、自分を責めて自分を否定とかの方に人って行ってしまいやすいと思うんですよ。だけれどもそんなことはなくて、あなた悪くないんです。もうはっきりお伝えします。魂には優劣っていうのはみんな存在しないんですよ。どんな人だってすごく今現実で活躍してる人とかすごいね有名になってる人だろうが、一回の普通のフリーターだろうが主婦だろうが、なんかね全然魂に優劣は存在しないわけですよね。ただどうしても地球上で人格を持つと、僕たちはその相手と自分をやっぱ比べてしまって、それで自己卑下してしまったり、逆に比べてなんか優越感を持ったりとかってなっちゃうっていうのがあるんですよね。あるんだけれど本当は優劣はないですよと。イメージとしてはですね、まあ、例えばこの登山ですね、高尾山とか登る、ハイキングで登るって感じにして、まあ、山の頂上がゴールで、例えばこれはアセンションとか、まあ、統合みたいな感じでね捉えるとすると、その、まあ、すんなり行く人たちっていうのはある意味このね地球の人格もすごい相性がいいとか選んでて、あんま障害がないっていうのはケーブルカーロープウェイかっていうかね、スッと頂上まで行っちゃう人たち、結構これが大変っていうタイプの人たちっていうのは、いろいろ登山道があって、まあ、イージーな登山道からハードな登山道まであるわけですよね。で、ハードなやつを選んでるんですよ、うん、だから簡単にはいかないんですね、うん、だけれどもこの地球の学びってやっぱりハードなものをやった方が結果としてはたくさんの魂の学びがいっぱいできるんですよ。だから生まれる前に私たちはこのツインデーとして出会うけれどね。だけれどどういう学びしようかって、どういう学びしたのが一番いいかっていうのをお互い合意で選んだ時に、きっと私たちはちょっとこういうケーブルカーでガーっていくような楽なのよと。なぜなら、まあ、この人たちの場合は実は言うと他のところで違うハードな課題とかって抱えてるから、そっちを重点的に今回の人生でやりたいから、このツインデーの学びのところはちょっと軽めにやろうみたいなことを選んでるだけの話なんですね、うん、でだけど他の人たちはこのツインデーとのこの学び、愛の本質を学ぶ学びっていうのをすごく重点的にやろうって決めてきたから、ここはすごくここで魂の、ね、成長の学びたくさんしたいから、すごいハードなものを選んでるっていうことなんですよね、うん、でその違いでしかないんですよ、うん、だから決してあなたが何か劣ってるとか何か欠けてるとかそういうことではない。そしてツインデー、まあ、ツインデーって言いましたけど、みんながツインデーなわけじゃなくて、人によってはツインスターとかツインフレームとかツインソウルがアセンションの学びをするアセンションパートナーになる人もいます。あるいはツインデーとは出会わずにね単独でこの山の頂上まで行くっていう人もいるんですよ。で、みんなこれ選んでる学びは人それぞれだから他人の芝生は多く見えるけれど、やっぱり大事なのって自分の人生の課題とかテーマっていうのを集中して、そこをねコツコツねやっていくことだと僕
僕は思います。例えばすんなり積み出ても滑る方たちだって別のところでハードな学びとかをしているわけだから、ね、なんかその人たちだけがなんか勝ち組とかじゃないんですよ。もうそもそもこういう地球最後の学びをしていく人たちっていうのは小学校レベルの学びじゃなくて大学レベルの学びやってるみたいな高度な難しいことをみんな全体としてやってるんだからみんなそれなりにハードなんですよそんな、なんか自分だけがこうきついとかってこともないし、みんなそういうとこもあるし、まあ、ある意味こう、ね、違うタイプなので、やっぱりこういう意味ではお互いにツインデーの学びとかですごくハードなとこをやってる人たちっていうのは、なんかお互いね、なんか励まし合って、支え合って、ちょっとずつ足をですね、歩みを進めていったらいいんじゃないかなって僕は思います。はい。で、ここでさっき言ったね、占いはツインデーかどうかのを見るのには分からないけれど役に立つっていう話をしましたよね。でどういうところで役に立つかっていうと、要はツインデーとか、まあ、そのツインスターとかなんだけど相性が悪かったりするじゃないですか。だからそうすると結局お互いの人格の衝突が起こるわけですね。なのでなんか些細なこととかでカチンときちゃったりとかなんかうまくいかないみたいなことっていうのが生まれやすいんですけれど、この占いを通してそれぞれの地球の人格のその性質っていうのを知っておけば、自分の性質と相手の性質ですね、そう知っておくと客観的にそれ俯瞰して見られるんですね。私と相手はこういうところで衝突っていうのが生まれやすいんだなと、こういうところがお互いの何か変な闇の共鳴みたいでネガティブなものが出やすいんだなって把握していたら、それはもっと冷静にそこをどんなにね地球上で改善できるじゃないですか。感情のままで行っちゃうと衝突しちゃうんですよ。相性のいい人たちって感情のまま行ってもそこがうまくいく人たちで、相性が悪い人たちっての感情のまま行くとそこがぶつかり合いになっちゃってお互い傷つけ合っちゃう人たちなんで、この理性的な判断とかっていう相手に伝わる伝え方とか、相手はこういうことが嫌なんだだったりとか、こういうことがお互いのところで圧力を生みやすいんだとかって分かっていたら、そこを違うやり方で乗り越えるってことができると思うんですよ。そういうのをするために占いはとても役に立つ。だからツインデーの学びを進める上で占いはとても役に立つって思うんですよね。でそういうのを一個一個積み上げていくことによって、要はお互いの陰と陽のこの違いですよね、違いっていうもののギャップっていうのを乗り越えていって、やっぱこう統合に向かっていくっていうのがあると思うんですよ。でこれができたらこの学びってすごい魂の成長の学びいっぱいできると思うんですよね。でだからそういうすごい学びをやってるってことなんですよはい、だから決してあなたが何かを取ってるとかなんとかじゃなくて、あなたはとても素晴らしい学びをしているんだってこと、すごい学びをしてるんだよっていうことを知ってほしいなと思います、うん、僕もそうです。ツインデーの学びっていうところではもうある程度クリアしたかもしれないけれど、今はこのツインスタートの学びっていうのをやってて、そこはめちゃくちゃ辛いです。本当に苦しいっていうのを今も経験してる。だツインデーとうまくいった人だって別で、例えばツインソウルとかツインフレームとか別の人たちの間では大きな課題を持ってそこを向き合ったりもしてたりもします。だからみんなそういう課題の向き合いがあります。で辛い部分もある、うん、すごい喜びに感じる部分もある。だからいろんなところでお互いに励まし合って、ちょっとずつお互いに、まあ、前に進むっていうか幸せになっていけたらいいなと思います。はい。でですね、まあ、僕の方からも何かできることっていうので、少しでもですね、あなたとお相手との学びっていうのを進めていく上で何かそのね、後押しに、ね、できないかなっていうので、ツインデーとかそういうソウルメイトですねとの間の関係性の調整ですね、その絆にあたるような、お互いの関係性ですねところに働きかけるヒーリングっていうのをがあるので、そのエネルギーっていうのをですね、これから送っていきます。ソウルメイトヒーリングというものですね。はい。それではですね、今から2分程度送りますので、まあ、楽な姿勢をしていただいて、ね、楽な姿勢で座っていただいて、軽く目を閉じて、リラックスして、今からヒーリングを受け取りますみたいな感じで受け取っていってください。では、始めます。
終わりました。はい、今ソウルメイトヒーリングというですね、ソウルメイトの間、自分と相手の間のところですね、相手に直接送るんじゃなくて、間のこう関係性のところに働きかけて、魂の成長という観点からお互いがより良いですね、関係性に近づくように促すという関係性のヒーリングをかけていきました。やっぱりですね、一筋縄ではいかない、簡単にもちろんね、結ばれたらいいなって思ったりもしますよね。僕もそうですだけれど、まあ大変なんだけど、そこっていうのが結局私たちが本当の意味でより高い愛の本質の世界っていうのを学んでいくために必要だから、今そういう学びをやっているっていうこと、それはあなたはとても素晴らしい学びをしているっていうことですね。だからそういうすごい、自分はすごいんだよっていうことをちょっと思ってもらったらいいかなと。で、まあ、同じようにそういう学びをしている仲間っていうのもいるから、まあ、そういう人たちで、まあ、励まし合って、ね、少しでも、ね、よりよく、ね、幸せに自分らしく、ね、そして愛があふれるっていう状態になっていけるように一緒に進めたらいいですねっていう感じで思います。まあ、僕もそのようなですね、発信テーマをまた今後もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日の動画がですね、何か気づきとかヒントになったという方は、ぜひ高評価ボタンとかコメントいただけたら嬉しいです。またチャンネル登録もお願いいたします。それから無料のメール講座でもですね、ライトワーカーとかツインレイに関するメール講座をお届けしています。概要欄にリンクを貼ってありますので、こちらもよかったら登録して読んでみてください。はい、それでは長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。